同じわ。これ言うたごとくじゃないのー。そうですよー。どうしたんだ急に。二人とも、とりあえず一旦落ち着こうか。言うがごとくって言ったら私がめちゃくちゃ好きなシリーズよ。おお、意外だな霊夢。ストーリーが良すぎて、最後は必ず泣いちゃうのよ。そうなのか。ところでポコニャン、なんで急に言うがごとくをやろうと思ったんだ？それなんだけどさ。僕らが運営してるポコナカゲームズでやってた、竜がごとく極みが完結したから、それを記念して、ゆっくりのチャンネルでも何か竜がごとくのゆっくり実況をやってみたくてさ。ちなみに、最終回のコメント欄はかなり感動の嵐だったみたいね。そうそう、泣いちゃったっていうコメントがかなりあったね。ちょ、これもう始まってるのか。そうだね。映像が綺麗すぎるじゃねえか。まあそれが竜がごとくの魅力の一つよね。ちなみに、今回プレイするのは、竜がごとく6の体験版です。人が吹っ飛んでる。いきなりバイオレンスだな。ふん、いい気になるな。安心するのはまだ早いよ。気流カズマ。わあ、やっぱりリミでもかっこいいわね。そっちから吹っかけてきた喧嘩だ。いいからさっさとかかってこい。そしてこの声がまたかっこよすぎる。どこからどう見ても主人公だよね。おお、いきなりバトルが始まるんだな。体験版だからチュートリアルとか何もなしで始まるよ。ちょっと何やられてるのよ。あんた私の自由様をもっとうまく操作しなさいよ。霊夢はほんと自由カズマが好きなんだな。この顔を浮かずに白ご飯ご飯は食べられるわよ。そうか、行き過ぎた愛情は時として上手だな。マリサ何か言った？いや何でもないんだぜ。ちなみに、竜がごとくといえばド派手なヒートアクションだけど、その辺は6ではどうなってるんだ？うん、それを今からお見せしようと思うよ。私もまだそれ知らないわね。よしまだ、おらら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 。ななななんかめちゃくちゃ痛そうだった。今までにないヒートアクションね。今度は円錐蹴りだよ。今作の竜がごとくバトルシーンがすごすぎるわね。買う？私絶対に買う？これ、いつ発売するんだ？今の時点では今年の秋ってことしかわからないんだ。それまで体験版で我慢するしかないのか。もしくは今までのシリーズで遊んでみるかね。そう、竜がごとくはかなりシリーズが多いからね。おい、誰か来たぞ。キリの兄貴。あ、味方みたいね。よくご無事で。見た目からして完全にヤクザだな。村瀬か。いい加減兄貴はよせ。俺が組から足洗ったのはもうとっくの昔だ。水くせえこと言わんでくださいよ。俺も昔は堂島の杯でこの世界に入った身です。どうやら桐生一馬はかなり偉い人なんだな。こいつら中国マフィアです。ついさっき兄貴の首を的にかけてるって情報が入りました。ああそうらしいな。こいつらは俺の名前を知っていた。ああマジで行こえ。うちの春日たちを応援に呼んでます。とにかくこの辺りはやべえ。すぐ離れましょう。ちょ二人とも話に集中したいから会話中は少し静かにしてよね。ああ次からは気をつけるぜ。努力はするわね。ちなみに今回の竜がごとく6はすごいことだらけで、なんとローディングが全くないんだってさ。確かにここまで一回もローディングなしだな。この先も一回もないよ。マジで。お前らご無事でしたか。よかった。おう、中国人のこと何か分かったか。連中を動かしてんのはチャンって野郎です。最近大陸からこの町に入り込んできました。向こうの組織じゃかなり上の幹部です。なんでそんな奴が俺を狙う？いえそれはまだ。とにかくこの辺りはチャンの手下が走り回ってます。行きましょう。ん？春日はどうした？あいつは事務所に置いてきたのか。あれさっきまで一緒にいたんですけど。春日さんが行方不明。おお、助かったよ。何やら危ないグルメが発信してくるんですけど。わ、いっぱい降りてくるぞ。連中、ちゃんの手下です。キリュウの兄貴、後ろからも。くそ、ハサミ撃ちか。これは、やるしかないみたいね。逃げ場を塞がれたか。ここで俺らをやる気らしい。だとすりゃ、人数が少なすぎますね。俺らを舐めてますよ。村瀬さんめっちゃ強気だ。ああだが油断するなよ。すごい、ここもそんなにバトルに移行するんだな。
遊ぶ側としては全くストレスがないから最高だよ。それなのにこの映像日はすごすぎるわね。うん、セガ様、ありがとうございます。発売日が待ち遠しいわね。あらら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 、敵が一日すごい吹っ飛び方をするよな。これだけの大乱闘でも全くカッカッしないわね。ほんとそこの技術がすごいよね。でもまあ、バトルシーンもさることながら、竜が如くは、そのストーリーがいいのよ。毎回引っ込まれるよね。オープニングで言ってたけど、ナムコエチャンネルの方では、竜が如く極みを全クリしたんだよな。うん、ポコナカゲームズでは竜が如く極みを全クリしたよ。その後すぐに、竜が如くゼロの実況も始まってるわよね。そうだね、どちらの実況もかなり面白いから、動画概要欄にリンクを貼っておくよ。私は完結してる極みから見ようかな。一回見出すと止まらなくなるから気をつけてね。よし、もう敵も残り少ないみたいだし、ここから一気に畳みかけに行くよ。ほらら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 。人の顔をサッカーボールみたいに蹴ったな。良い子は真似しちゃダメよ。よいしょ。ほらら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 。こんなもんどこの誰が真似できるんだよ。まあ確かにそうよね。よし、残すところあとこいつ一人みたいだよ。おお、決まったみたいだな。口ほどにもない奴らだったよ。その割には体力ゲージが半分以下だけどね。そこは見逃してください。早いとこ面かけましょう。全員無事か。ええ、なんとか。むむ、誰かが助けを求めてるぞ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりして。